いよいよだな。ジェドの真似をして私も告白しよう。私はみんなとは生まれが違う。このコーネリアで生まれ育った。これをいつ手に入れたのかはっきりしなかったけど、今なら思い出せる。私にこれを持たせたのはアストスだ。カオス神殿の奥にいたのはアストスだったんだ。これが必要だとこの水晶を渡してきた。受け入れた私はそのまま闇に身を委ね、気がついた時にはジャックたちに倒されていた。衝撃の告白だな。長い間その瞬間を待っていたようにも感じる。でももうあまり覚えていない。胸の中にあるのはただただカオスを倒したい。きっとみんなと同じ飢えや焦りだ。最後まで一緒に戦わせてくれ。おかしな真似をしたら消す。うん。海の中まで来たんだね。なるほど、水のカオスがいてもおかしくないな。敵発見。ジャック、やってやろう。あまり効かないようだ。変わった。結構まずいかも。大丈夫だ、俺たちの方が強い。やるか。ジャックがいれば負けないさ。相手する？叩き潰すぞ。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。警戒した方がいい。体勢が下がったみたいだな。
この模様、火を使うなってことかな。キューブ見つけたよ。俺も覚えちゃったよ、セーラ姫のリュートでさ。これは昔から有名な曲、コーネリアではみんな知っている。だってよジャック。どうでもいい、大歓迎だな。やるぞ、ついてこい。電気を放出している。絶対に消えたくないぞ。敵がいる。サクッと倒そう。扉が開いたのは電源装置を壊したのが原因。そうかも。まあ開いたからよしってことで。ってさ、ジェド頼めるか。当然。ネオジャック。ってことは電源装置があれば。敵がいる。サクッと倒そう。とりあえず切り抜けたか。勝ったんだから問題ない。ガラスの向こう、電源装置が見えるな。道がつながったわけだ。ありがたや、ありがたや。相手する？やるぞ、ついてこい。引かしたか。足を引っ張ったかな。ごめん。これで行く。さてと。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。ジェド、頼めるか。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。本気だね。
切り直す。大歓迎だな。叩き潰す。敵はもういないな。少しは成長できたかな。やるか。ジャック、やってやろう。もちろんだ。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。邪魔だ。キューブ発見。調べておくか。闇の気配が漂っているな。下からだ。ということは水のクリスタルに近づいてるってこと。もっと降りてみよう。ジャックはさ、セイラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ。今のジャックの話だ。姫個人には興味がない。だが絶対に守らねばならないと思っている。セイラ姫はコーネリアの平和とか希望の象徴だからね。姫を守るなら騎士になるのはどう？それを決めるのは王家だろう。こんな乱暴者近くに置くのはおすすめできないけどな。ここの電源は独立しているみたいだ。ちゃんとした鍵が必要なのかも。あれは船？海中なのに？あれでここまで来れたのかも。自力ですでにここまで来た俺たちには不要。見なかったことにしよう。標的だ。冷静に冷静に。みんなは大丈夫？行くぞ。ジェド、頼めるか？もちろんだ。当然。ジャック、違う攻撃を試そう。注意！
遅れを取るなよ。喜べ。これは扉の鍵だと思う。そうね、行動範囲が広がるわ。解除完了っと。そういえば海賊たちが怒っているんだってな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょうね。海らしい海？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。何かあるな。だいぶ下まで降りてきたが。水のクリスタルはすぐそこのはず。行こう。反対側へ渡れるようになったわね。ジャック、調べてみて。この鍵じゃ開かないみたい。面白そうなやつだな。手を抜かないでよ。終わりだ。やばそうだよ。とは別の鍵みたいだな。宝箱か。
帰り道に使おう。探索には重要な道だ。お宝発見。かなりレアなやつだ。どうなの？早く見たら？なさすぎる。いつもこうだといいんだけど。道がつながったわけだ。ありがたや、ありがたや。あれはキューブだ。これってさ、かなりレアなやつだ。どうなの？早く見たら？大歓迎だな。降りかかる火の粉は払おう。待て待て。
遅いか。技を封じられたか。なんかやばくなってきた。誰も来ないから。近道ができたね。どうする？戻っておく？出てもいいか。当然やってやる、やってやる。いや、おい、イエス。あっ、さてと。あまり効いてないみたい。やるか。降りかかる火の粉は払おう。嫌な感じがすごくしてきた。多分この先に。ああ、最後のカオス、ようやくだ。足を引っ張るなよ、ジェド。俺？名指し？傷つく。
キューブを見つけた。調べておくか。ついにここまで来たか。待たせたようだな。クリスタルを返してくれ。もう随分長いことはクリスタルに頼らず生きてきたではないか。今さら輝きを手に入れてどうする。どうするって。返せというが、誰もあの輝きを知らない。ネオ、言い返して。世の中が混乱するだけではない。カオスが理屈を語るな。水のカオス、クラーケンに歯向かうとは身の程知らずめ。すごいの来るぞ、注意。やるね。立ち筋はまだあるわ。そうやってなるべく触れるようにしろ。個人的な記憶もそのデバイスに預けるんだ。経験の記憶は情報量が多い。
脳に置いたままでは転送で欠落するリスクがある。俺は構わない、大した過去じゃない。そんなことを言うな。記憶の積み重ねが君自身だ。ジャック。ここは危険だ。早く脱出しよう。やった、俺たちやったよな。ああ、海流が生まれ淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな。悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したからな。どうかしたか？消えない。俺の中のカオスを倒さねばという思いがまだ消えない。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは光の戦士？そう、予言の通りの光の戦士だ。使命感が消えないということは、まだ戦うべき敵がいるということ。それとも他にやるべきことがあるかもしれない。使命感は消えないけど、やるべきことをやったんだもの、気分がいいわ。次はコーネリアで王様に報告して、その次はどうなるんだっけかな。コーネリアへ戻ろう、ジャック。光の戦士の凱旋だ。